皆さんごきげんよう。腐ったメガネはお嫌いですか？この番組は BLCD を3000枚聞いた BLCD ソムリエの篠先生による BLCD 好き、 BLCD に興味がある、 BLCD の世界に引き込みたい人に向けた BLCD 布教番組です。今日も篠先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、好き嫌いが分かれるかもしれないんだけど、 SM とか調教を扱ったちょっとマニアックな作品をご紹介したいと思います。好きですよね。大好きです。そのイメージが強いですもん。でタイトルがキャンディーミルクです。はい、これ前に生配信で、佐藤拓也さんの篠的攻めトップ3でもご紹介した作品なんですけど、はい、佐藤拓さんと野島裕美さんが演じるカップルと、沖津和幸さんと村瀬歩美さんが演じるカップルの2組が収録されてるのね。でもド S の攻めが佐藤拓さんと沖津さんですから、どちらもアメとムチの使い方がもう理想的。村瀬さんが受けってことですか？当たり前か。私の中では温室で育ってほしいみたいな感じだったんで、今ちょっとそっちみたいな想像がつかない。今日はですね、その2組の中から沖津さんが攻め、村瀬さんが受けのミルクっていうストーリーの方のお話を聞いてもらおうと思います。もしかしてキャンディーとミルクなんですか？そうです。面白い。楽しみ。怖い。やだ。はい、やだ。やだ。奥津さんと村瀬さんの方のミルクっていうストーリーはですね、うんうん、村瀬さんが演じる高校生の厚夢くん。厚夢、はい、ちょっと待って、いろいろおかしくなって情緒がおかしい。で彼はね、ある時奥津さんが演じる数学教師の上杉の携帯電話を覗き見しちゃうのね。そこにはね、上杉が命じたエッチな命令を実行してる人間からのメールが届いてる。で、はい、そのメールの文面を好奇心でですね見てしまうわけですよ。ああ、まあまあ、いわゆる、遠隔調教っていうのを上杉はメールの相手とやってたんだけど、遠隔調教調教に遠隔ってつけるんですか？ あります。遠隔調教、新しく覚えた四字熟語って感じ。メールとか電話とかでね。ああ、なるほど、そこにはいないけど。そうです、そうです、メールを盗み見たことが上杉にバレて、でもその時はスルーしてくれるんだけど、それが気になっちゃった厚夢くんは数学のテストとかでもちょっと赤手を取っちゃうわけですよ。で、追試なり補習なりで数学教師の上杉に呼ばれました。そこで咎められる流れから、あれよあれよという間に上杉に煽られて、厚夢くんも調教興味が出ましてですね、数学教師の魔の手にね、あら、落ちる流れになっていくんです。でも一応この、上杉さんっていう先生は生徒には手を出さないって、え、嘘、言ってるんだけど、そこを厚夢くんグイグイと。え、そっちが、はい、あら大変だわ、うちの子やっていけるのかしら。で今日は再生するところなんですが、はい、キャンディーミルクのディスク2のトラックの2と3、沖津和幸さんと村瀬歩さんが演じるミルクのカップルの本編を聞いてもらおうと思います、色が垂れ流しの沖津さんとね、抗いたいのに翻弄されまくる村瀬さんをお楽しみにしていただければなと思います。さて、それでは参ります。 GO!うちの子が、ああ見ちゃいけません。ごめん、まだ2分半だよ。どうしてくれんのよ。うわ、その声でその単語わかんねん。そっちの教師もやってんのか。あ、ないよ。ないよ。あら、あら、うわ、あー、シュークリーム食べてるだけだからね。嘘。教師になってシュークリームか。シュークリーム、卑猥な単語に聞こえてきた。今回の作品は完全に私の趣味全開でございます。 BL の小説や漫画には SM 調教ものが多々ありますが、なかなか音声化されないジャンルのため、メインで扱っている BLCD はそんなに多くないんですね。そんな SM や調教を扱った作品の中から、今回ご紹介したキャンディーミルクはキャンディー編とミルク編で2組のカップルのお話が収録されています。どちらも調教やプレイにきちんと愛情があって、理想的なド S 攻めと最上級のド M 受けを楽しめる作品です。今回視聴したミルク編は、沖津和幸さんの穏やかな敬語の言葉攻めと、マ
マニアックなプレイが秀逸。シュークリームで調教って天才ですか？エロいことしてないのにエロいって最高ですか？教師と生徒という関係もあって SM レベルは低めですが、とろけるように甘くて巧みなプレイに幸福度は上がりまくりです。おきつさんはド M の受けもお上手ですが、真綿でじわじわ攻めるような美人教師のド S 調教攻めもたまらんです。相方の村瀬あゆみさんは可愛くてちょっと跳ねっかりな受けは全部村瀬さんが演じればいいと思うというくらい、とろっとろに甘くてエロくてちょっぴり苦いアイドちゃんを期待を超えた可愛らしさで演じてくださってます。キラキラした好奇心といじめてオーラが満載で、ド S でなくても構いたくなっちゃうほど儚さや色っぽさは薄めですが、何も知らないお子ちゃまを調教開発していく背徳感が抜群です。キャンディ編は佐藤拓也さんの低音の魅力が炸裂した鬼畜な言葉攻めと、ド M 受けのプロ野島博文さんが演じる珠玉のけなげ受け、攻めまくりのハイレベルなプレイは変態度も高くて、演じてくださったお二人にご対等値したいほど見もらえる内容。どちらの話もアメとムチが見事で、最初から最後までゾクゾクしっぱなしでした。おきつさんと里拓さんが演じるのがド S の兄弟っていうのがまた萌えどころ。このお二人を兄弟としてキャスティングした方は神だと思います。豪華すぎるキャストの素晴らしすぎる SM 調教のお芝居には感謝しかありません。とにかく SMBL が好きな方、特に M 属性のある方はもだえること間違いなしだと思います。強気されてー、うわー大変だ、なんということだ。違うよ、お前がいやらしいんだよ。絶望の淵。え、わわ、はい、すげーとこで終わった。なんということでしょう。だいぶ興奮しておられましたな。私は村瀬さんが出てればとりあえずこんな感じなんだよね、はい、初めの2分半で大丈夫かなと思った。号泣でございましたね。村瀬さんで干渉剤を挟んだつもりなんですよ、このジャンルに対して。あ、まあ、でも、うん、すごい干渉剤でした、うん、村瀬さんが いてくれたおかげでちゃんとストーリーを聞けたって感じ、うん、まあでも言うてもね、すげー興奮しちゃったんで、ね、ただおきつさんが風貌に似合わずそういうことをしてるっていうタイプなんだなっていうのが分かってから、普段はすごく優しい雰囲気の人が実はそういう、まあ、癖を持ってたみたいな、でそこに惹かれたんだな最初っていうのがあって、なんか分からなくはないけどすっげえ怖くねと思って普段優しい人の凶暴な一面って結構怖いじゃないですか。だからよくそこに飛び込んでいくよねと思って、まあ、数学の先生として、まあ、生徒にも人気で、放課後にね準備室に生徒ちゃんたちが集まるような、多分すごく先生としてはいい先生なんでしょうけど、まさかその裏の顔がね調教師だとは思わないよね。まあまあハードな感じだと私は思いましたけど、でも私がとんでもねえと思ってたようなところでなんか言ってましたよね、初級みたいななんかね、そんなこと言ってましたよね、うん、そう第一段階みたいな、はい、いや私はもう結構進んだなと思ったんですけど、いやまだ全然でしょ。すっごい良い言葉攻めというか、うん、言葉折りがほぼほぼだったから、まだ体に対して何もね、何もじゃないか、本格的にこう開発的なことは何もしていないから、そうですね、なんか精神にやってる感じ、うん、あの展開からしたら自分の教え子だから諦めさせたい方が強いんだな、うん、その興味を断ち切ろうみたいな、だから痛い怖いみたいなイメージを先行させて植え付けようとした結果が今これ。でも上杉先生は知らなかったであろう、アツムがお前のことを好きだということね、それが大誤算だね上杉先生ので、最後それを伝えて終わったんで、先気になる。あの最初にメールで遠隔状況をしていたミルクが、はい、モノログっていうかメールの文章を読む形で登場するじゃないですか、はい、でそれに合わせてそれをこう読んでるアツムくんが読みながら興奮するじゃないですか、うん、でそのこう息をずっとね息を聞いてですね、なんかいけないものを聞いた気分。最終的なところって、うん、この話のこのカップルの落ちどころって SM に興味が出たわけでは実はなかったっていうことなんじゃないかなと思って。あー、まあそうかも、うん、最終的にそこのプレイを通してつながるんじゃなくて、好きっていうのが先行してようやく最後えってなって終わるわけじゃないですかSM って聞いてたけど SM ごと道具にされた感じ、 SM を通して関係値を築きましたっていうよりかは SM すら道具にした、うん、だからそれが村瀬さんなんですよいじめられない。でもこの後いじめられるから、やだやだ、守りたい。だから途中プレイの一環でやってる時にピンポーンってなった時に、私自分来たと思いました止めに入りうちの子がお世話になってますピンポーンピンポーンつってGPS がこちらを指していたものですからやばいやばいやばい、ある意味上杉先生よりもやばい。なんか
好奇心から来てる、まだそれこそ若いからそういうのを初めて見ちゃった、でしかもちょっと体験したっていう、その刺激がイコールで快感になってて、好きと快感をイコールでくっつけた結果、奴隷にしてくださいとお願いしに行くわけじゃないですか、そこをうまく切り分けたいよねって。恋愛単体の知識というか経験がないんだよね、はい、それが若さですよね、でそれを分かってるから先生の方上杉さんは諦めさせよう、やめさせよう、向こうから離れていくように仕向けようみたいな、違うんだよねって。もうすでにあつむくんはこじらせてるんですよ。上杉先生はそこまでと思ってなかったんだろうけど、なんか興味がある、でそれができる人が近くにいる、それがたまたま自分だったと思ってる、けど実はそうじゃないよねって、もうかなり前からあつむくんは君のことが好きだったんだよ、本当にそれがあるから、その上にいろんなものが積み重なってきてるだけだから揺らがないんだよね、そうですね、執着が、矢印の方向がずっと同じですもんね、あつむくんは。でもその矢印が向く、まあだから自分に好意があるっていうのを一切伝えてないから、まあそれはそれでだから若さだよねとも思いますね。今日も篠野先生ありがとうございました。ありがとうございました。あのカップリング最高でしたよ、おきつさん、村瀬さん、どっちも好きだから内容すげえ怖かったんで、それで相殺された感じ村瀬さんはちゃんと鑑賞さんになっていた。村瀬さんありがとう、いつもありがとう、大好き。こんなに YouTube の動画で村瀬さんの愛を語ってるのは私ぐらいじゃねって最近思いますもん。そうね、ビッグラブですよ。村瀬さんを前にしたらね、人類はアホになるしかないんだ。いやいや、人類じゃなくて嘘、みんなアホになるんじゃないの。村瀬さんという因子のせいで私の DNA にバグが起こってる。だってなんてことないただの日常会話で泣いたりするから、どうかしちゃってんすよね何を言っているのかわからねえと思うが、ありのままを話した結果がこれです。それでは皆さんすっかり疲れてるいやいや、もう気持ちはね、藤岡弘みたいなもんですよ人生はサバイバル。それでは皆さんごきげんよう。